デバ駅は、スペインバスク州ギプスコア県デバにある、鉄道駅。バスク鉄道が運行している路線の駅である。デバ駅のホームと、駅舎列車入線中のデバ駅1981年の、デバ駅とデバ川北伊43度17分40秒、整形2度21分15秒に位置している。この場所は、デバ川川口近くの右岸にあたる。 バスク鉄道が運営する路線のうち、ビルバオとサンセバスティアンとの結ぶ路線の途中駅である。ビルバオからサンセバスティアンへと向かった場合、アシュタイン駅とエルゴイバル駅との間で、それまでデバ川の支流に沿うように走ってきた路線が、デバ川の本流に出会う。ここから先は、デバ川の本流に沿うように、ビスケ湾の方向へと路線が設置されている。そして、 デバ駅を通過すると、デバ駅のすぐ北で、路線は東へと大きく曲がってデバ側には別れを告げて、その後は比較的ビスケ湾岸近くを走る路線となっている。デバ駅は、ビルバオとサンセバスティアンとの結ぶ路線の途中駅である。この路線は1929年4月24日に電化が完成しており、この日にビルバオとサンセバスティアンとの間を電車が運行された。 レールの期間は1000ミリメートルである。デバ駅にはトイレが設置されている。デバハットプレイのハットユースコートレン、ラコスタデガイプズコ、センチノーリオデルファラオカリルアンデバ P54P56。ありがとうございます。